に笑いつつ、メダルを狙いに行くと決めている。これを超える投敵ができるように準備したい、と真夏のブダペストへ力強く視線を向けた。男子1079秒99世界陸連 WA は、種目ごとのパフォーマンスを公平に比較するため、記録を得点化したスコアリングテーブルを設定。世界ランク算出などに活用している。最新の22年半によると、 北口の67メートル0 4は1209点を得る。男子100メートルなら9秒99、1210点とほぼ同じで、10秒00、1206点を上回る得点。まさに100メートル9秒台に突入するような一等だったと言える。今季は価値ある日本新記録が続出しており、男子110メートル障害。 泉谷俊介の13秒04は1247点で、男子100メートルなら9秒88前後の回記録。女子走り幅跳び、旗す鈴すず、すれ、の6メートル97も1211点で、9秒99前後の価値がある。ブダペスト世界陸上でメダルや入賞を狙える戦力が、着々と整ってきている。